教えてください。社長の真。今日紹介する社長はこの扉の向こう側にいらっしゃいます。オープン。こんにちは。こんにちは。素敵な登場です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。結婚式場事業やドレス衣装事業を展開、ブライダルを中心に幸せの瞬間を届けているローズガーデン岩本芳雄社長です。神聖な空気っていうのがもうドキドキしますね。憧れの場所ですし、見てください、目の前が水がこう流れてるんですよね。この演出っていうのは、私がですね、20年前にこのローズガーデンを、まあ、作ろうと思った時に、チャペルはやはり神聖な清らかな場所であってほしいという思いがあって、水をどうにか流せないかということで考えました。ウォータースクリーンから流れてですね、でバージンロードをずっと流れていって、その水の流れの清らかな結婚式を挙げてほしいという、そういうコンセプトで作ってあります。アイデアマンの岩本社長が考えた幸せの仕掛けは式場のあらゆるところに。こちらは一体どんな場所ですか？こちらはですね、結婚式が終わった後に軽いパーティーですね、乾杯とかプレパーティーの場所になってます。晴れてる日ですとね、この天井を全部開けてですね、オープンエアになる、そういった仕掛けを作ってあります。福井はなかなか天気も良くないので、そういった時はこちらで雨に当たらずにフラワーシャワーをしていただける、そういうものにも利用できるように作られています。憧れと夢が詰まった場所ですよね。なかなかこう憧れが詰まりすぎて、わあ難しいなっていう依頼もあると思うんですけど、はい、そうなんです。でも私がまあスタッフに話しているのは、もしそのお客様のニーズに応えるのが難しくても、絶対ノーは言わず、お客様を納得していただくような対案を出して、お客様の夢を叶えてあげる、それにも全力を注いでほしいということは常日頃から言っております。最高の結婚式を提供する岩本社長の真とは。真心です。真心、はい、どちらも真がついてますけれども、はい、お客様にとって、本当に笑顔とか満足とか感動とか、そういうことを叶えるために頑張るっていうのが、はい、会社の理念になってまして、その頑張るためにはやっぱり心を込めてお客様に対応していかないと願いは叶えられないと、お客様のそういう思いで真心にしました。真心を大切にしてきたのは60年前から。もともとは呉服店から始まり、貸衣装事業が柱となった幸三郎ウェディング、その後新たな事業展開として誕生したのがローズガーデンです。社長に就任して変わらずに守ってきたもの、はい、また変えていったものって何ですか？はい、時代の流れとともに、もともと自宅で結婚式をしていたのがハウスウェディングで結婚式をするような時代に変わっていきます。それに合わせてですね、弊社も貸衣装業から結婚式事業に移っていったと、それが約20年前になります。そういった形で変わっていくものはずっとあるんですけども、まあ、変わらないものとしては、ブライダル結婚式というワードキーワードに関してはブレないで、少しずつ少しずつ深掘りしていく、また時代が変わっていくとともに、それに合わせてお客様どういうのを求めているんだろうというところをアンテナを立てながら常に答えていく、そういうことをこれからもずっと続けていかなければいけないというふうに考えています。時代のニーズに合わせて心に残るおもてなしを。さまざまな結婚式を見てきた岩本社長に、私がどうしても聞きたいことがありまして。結婚式場を運営する社長が見た、はいはい、一番印象に残っている結婚式を教えてほしいなと思いまして。はい、そうですね。とにかく今結婚式っていうのはですね、自由に、その型形式にこだわらずに、こうやらなきゃいけないっていうのってないと思うんですよ。
もうそれぞれ、カスタマイズして自分が思い描く憧れの結婚式をやってほしいというのがありまして、ちょっとはっちゃけた感じになるんですけども、はい、パーティーの中で運動会を開催し、はい、それでみんな参加方全員参加で玉入れをしたり綱引きをしたりとか、社長も参加して、参加しましたねあれは楽しかった、印象残りました。そうやってこう参加した人の記憶にも残っていくわけですね。そう、大事ですよね。真心込めて第二の人生の始まりをお手伝い、岩本社長が今後描きたい幸せの未来とは。福井という町がこれから新幹線も来ますし、もっともっと元気になって幸せが実感できるような、その一つとして結婚式でも福井で生きててよかったなと思えるような、そういう瞬間、またそういう未来になってほしいなというふうに思います。